理科離れって進んでますよね。まずは先生がいない、はいはい、理科の先生、それすごく大きな問題なんですけど、今回はそれは増えるんですか？これもですね、私たち大事な2つ大きく言うと考えてて、まず裾の理科が好きな子の数を増やしましょうということで、いろんなことをやっています、それで、学習指導要領でもですね、今度理数の時間が増えるんです、で時間だけ増やしたってしょうがなくて、もっと大事なことはこの理数の少人数指導をできるための教員を増やします、で今年はなんとですね、去年は800人の定数改善だったんですけど、今年は4200人です。そんなに増えてるんですか？でそのうち半分の2052人はこの理数の教員を増やします。でこれはそれこそ平成4年以来2度目の純増なので、これかなり手厚くやれると思いますし、それから退職した教員の方とかですね、そういう社会人の方と、企業の勤めの、そういう方を7000人ぐらい投入しますから、やっぱそこが地域が子どもを育てる、国は子どもの宝だっていうのはポリシーだってね、民主党のありますけど、まさにその通りなんですね。それから私たちはやっぱり教員大事だと思ってて、この前もね、なんかこう理科を教えるのが苦手な、先生みたいな話が出てましたけど、それはそうだと思うんです。それで、これから12箇所でですね、12箇所の大学院でこの理科の先生を、理数の先生を特に教えることに、なんていうか注力した、力を入れた、そういう大学院を作ります、ということとかね。それからサイエンスパートナーシッププロジェクトって言ってですね、サイエンスキャンプだとかね、あるいはそういう特別講義だとか、まさに科学技術で頑張ってる人たちをやるとか、それからこの前の補正予算で、数百億円かけて理科実験設備を直したりですね、